お世話になっておりますアムロのガンプラ製作です。引き続き食玩の G フレームです。 G フレームの第6弾のラインナップは陸戦型ガンダム、ガンダム5号機、ガンキャノンとなっていて、今回紹介するのは陸戦型ガンダムです。はい、G フレームはアーマーセット、フレームセット、それぞれ500円で対になっています。アーマーセットがアーマーパーツと無可動ハンガーパーツのセットになっています。首、肩、手首、足首など最低限しか稼働しない内部フレームである無可動ハンガーパーツと外装であるアーマーパーツとのセットで、ほぼ直立に近い姿勢でディスプレイが可能になっています。ガンダム5号機と同様、連邦系の無可動ハンガーが使用されており、無可動ハンガー使用時の立ち姿は5号機と同じような感じになっています。はい、フレームセットは可動フレームと武装類が付属しています。アーマーセットのアーマーを、可動フレームにかぶせることで様々なポーズをつけてのディスプレイが可能ということです。こちらのフレームセット単体では成立しませんので、ベースとなるアーマーセットの購入が必須。フレームセットはあくまでも、アーマーセットのオプションという位置づけですね。さて、今回フレームセットに付属する武装は、100mm マシンガン、180mm キャノン、シールド自立用のアーム、ジムヘッドとなっています。セット内容的に、充実しているように感じますが、陸軍の象徴的なアイテムであるウェポンコンテナの付属はありません。またウェポンラックの方も展開することができません。それでは今回のキット、陸戦型ガンダムについての解説です。地球連邦軍の量産型モビルスーツ、ガンダムの試験落ちパーツを流用して作られた戦時量産型モビルスーツである。そのため各パーツにばらつきがあり、性能を均一化させるためリミッターがかけられている。ガンダムとの外見上の違いは、コクピットブロックの位置、肩に装備された輸送機からの降下用フック、整備性を重視したマッシブな機体形状など。特徴としてコアブロックシステムを廃止して、後に開発されるジムのようにカセットブロック式のコクピットになっている。さらに空間戦闘用の装備を排除、完全に陸戦用として開発された。試験落ちパーツはジェネレーターなどの内装部品の類で、外装を含めた装甲は新規設計である。試験落ちパーツの流用品という誕生経緯から、純正の部品はストックがほぼない状況に等しく、一度破損したら陸戦型ジムや撃破したジオン軍のモビルスーツの部品を使って修理するという現地回収型が多く誕生した。ガンダムの名を冠する機体ではあるが、期待されたほどの戦果を上げることはできず、実際に戦果を上げたものはもっぱらジムなどの量産機であった。なお、遅くともグリプス戦役前までには陸戦型ジムと同様、派生機を含めた全機が退役したと言われており、ガンダムの父系にも本機体の名前は含まれていない。はい、可動ですね。首や腰は1回転しますね。腹部もある程度柔軟に動かすことができます。肩はボールジョイントです。若干前方向に引き出せる構造になっていますね。上方向には干渉なく持ち上げることができます。肩、上腕の付け根、手首がそれぞれ1回転します。肘の関節90度以上曲がります。股関節はボールジョイントです。大腿部にも回転軸があるので、股関節周りの可動域は相当、広いですね。縦方向、横方向とも大きく開脚が可能です。膝関節は二重関節です。180度近く曲がります。足首も柔軟に動くので、地面の接地性も高くなっています。
ガンプラの陸戦型ガンダムと比較をしてみようと思います。まずは基本情報ですが、 G フレームは2019年6月発売で税込み1160円となっています。ガンプラの方は2018年4月発売で税込み1836円ですね。ガンプラの方は144分の1スケールで、 G フレームはノンスケール。ガンプラのちょうど胸あたりに G フレームの頭頂部が来るというようなサイズ差になっています。ガンプラも完全な色再現というわけではないんですが、 G フレームの方も遜色ない色再現に見えます。5号機ほど複雑な彩色でもないので、まあこれぐらいの色数であれば G フレームでも成型色プラス一部彩色で対応可能ということなんだと思います。また G フレームにはシールドに08のプリントがデフォルトで入っているのも特徴かと思います。 G フレームには武装として 100mm マシンガン、 180mm キャノン、シールドが付属、ジムヘッドもついてきます。ガンプラには 100mm マシンガン、180mm キャノン、シールド以外にビームライフル、そしてビームサーベルが付属しています。ウェポンコンテナももちろん付属、ジムヘッドは別売りの陸ジム、またはプレ版のパラシュートパックから流用する必要があります。当然価格もガンプラの方が高いので、付属品の充実具合で G フレームが劣るのは仕方ありません。 G フレーム独自解釈のディティールやモールドが陸眼にはあちこちに入っていて、かなりオリジナル色が強くなっています。一方でガンプラの方はかなりシンプルに見えます。ガンプラの方で平らな面として処理されているショルダーアーマーやスカート部、前腕、上腕、太ももやシールドなど、G フレームでは漏れなく凹凸のあるディティールが刻まれています。 G フレーム共通の仕様ではありますが、後ろから見た場合は上腕と太ももの裏側に外装がない部分に目がいってしまいます。ジムヘッドのデザイン比較ということで、陸ジムヘッド、パラシュートパックのジムヘッド、 G フレームのジムヘッドと並べてみました。G フレームのジムヘッドに関しては、ガンプラの陸ジムのジムヘッドほど、まあ、特殊な解釈にはなっていないようで、ある程度ベーシックな陸ジムヘッドという印象です。プロポーションですが、ガンプラの方がスリムで頭身が高く、 G フレームの方がややずんぐりとしたスタイルに見えるのは、まあ、過去のアイテムと同じですね。G フレームについては基本的に共通の骨格ですし、まあ、特にガンダム系となるとどのモビルスーツもスタイルにそこまで大きな差は生まれないと思います。私が陸眼に対して持っている勝手な印象ですが、スリムな HG よりは武骨で力強い雰囲気の G フレームのプロポーションの方が陸眼のイメージに合っているような気はしますが、まあ、どちらのプロポーションを好むかは人それぞれかと思います。可動域についてはどちらも十分すぎるほど広く、いずれも大胆なポージングが可能となっています。G フレームも 180mm キャノンを縦膝で構えるポーズが問題なく取ることができます。はい、ということで以上、 G フレームの第6弾陸戦型ガンダムのレビューでした。それでは以上となります。どうもありがとうございました。失礼いたします。